皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、原神の方で、ね、遊んでいきたいと思います。さあ、料理対決の場所がどこかがわからない。なんか料理対決することになってさ、まあそれは別にいいわ。どこ、思ったより遠いな。ここが、いたすぐめっちゃ揃ってんじゃん。ちょっとすいません、これだけ見て。あ、小麦だ、いいですね。いや、こういうさ、拾える系、小麦が一番手に入らない気がする。いや、わかんない、いいイメージだけどね。あ、一番もちろん準備できたなのかな、もしかしたら。そっちかな。ジークフレアには私の助手をしてもらうから。うーん、誰。では早速対決を開始する。俺が審査員を務めさせてもらうぞ。お願いします。ブロックとは長い付き合いだが、公正なジャッジをする。そりゃそうだろ。心配はするな。そうじゃなかった、勝負になんないよ。びっくりします。よろしく。まあ、もしかしたらワンチャンとかで一個ボコボコにしてたよ。私たちも準備に入ろう。あ、はい、あ、我々らたちも参加するのか。あ、思った思った。そうだよね、そうなるよね。もちろん。ああ、ブロックには助手がいるし、ああ、私にも助手がいないとね。なんかいざとなったらよろしく。あ、でもそうか、このゲーム助手にされてる。あるか。あ、仕方ない、草だな。おいしいもののためだ。おいらも頑張るか。食べたい。どんな感じなんだろう、めっちゃ気になるもんな。え、で、あー、あれか。はいはい。何したらいいの、言ってくんね。なんか料理とかした方がいいのかな、自分で。そういうことではないのかな。でも先、そうか、何してほしいか聞かないとダメなのか。これ時間の制限とかあるのかな。あー、それじゃない。キノコあるからちょっと拾おうと思っただけなのに。これめっちゃあるよね。なんかどっか入るときとかにさ、建物のさ、入り口にさ、ちょうどさ、キャラクターいたりとかさ、ああいうなんかあってさ、あー今じゃないみたいな。あ、これな、ねえ、今大根を絶対取ろうとしてたじゃん。え、あれどこだったっけ。あ、いたごめんごめん、お待たせ。まずはステーキの飾り付けを用意したいんだけど、うん、それに適した食材がないんだ。マジ、用意しときよ普通に。あ、大根、さっきあったよ、さっきあったよ。大根をすりおろすか千切りにして、すりおろす方がいい。さっぱりとした風味を演出するの。あ、いいですね、和風ですね。お花の形に整えれば見栄えも良くなるし、だったらよりすりおろす方が楽じゃない。大根を探してきてくれる。あ、あったよ。この辺りにもあるはずだよ。あった、さっきあった、見た。あと、すぐに使うから綺麗に洗っておいて。あ、それはやばい。大根は取ってきたけど、その洗う、どこで。大根を探して、ちゃんと湖の水で綺麗に洗っておいてね。湖の水、オッケー。湖はどこにあるの、その湖、なんか上にゲージ出てきた。やばい、急がないと。湖、邪魔するワンちゃん、可能だよ。え、湖はどこにあるの。だからめちゃ落ちてんじゃん、ここに。あ、落ちてるとか生えてる。ああ、あれか、普通にめちゃめちゃ示してくれてたんだ。ごめん、見てなかったわ。やばい、急ごう。これなんかちゃんとあんのかな、自分がなんか用意しなかったとかさ、何もしなかったらそのまま時間がけ、スライムだ、邪魔。なんでだよ、これ洗えてないの。料理対決の場所から大丈夫、洗えたっぽい、洗えたっぽい。じゃあもういいわ。一瞬なんか倒さないとダメなのかなと思ってたけど、これ倒した方がいいのかな。倒しておこうぜ。あー、倒さないとダメなんだ。一瞬ミスでやろうかなと思ってたけど、全然当たんねえな。ちょっと待てよ、お前飛び跳ねんな、マジで。ちょ、おとなしくしててほしい。あ、やばい、けど一回これに入ったら強いだ。やば、あ、間違えた。飛ばそうかなって思ってたけど、え、これもう終わったもんね、倒して。いいもんね、わー、え、大根はいけたんだもんね。もう分かってくなってきた、だんだん。急ごう。ごめん、あ、じゃあね、ごめん、ごめん。終わった。うん。大きくてみずみずしいね。あ、そうなんだ、ありがとう。どういたしまして。んー、次は、まだあの何、そうだな。ああ。うわ、うん、シャンディ、鍋が吹き込まれてるぞ。それはやばいね、それは余裕で。うわ、まずい、うん、このままじゃ台無しになる。お早く消していただきます、すいません。鍋の火を止めて。なんでだよ。でも、水はダメだよ。料理に影響が出た。じゃあどうやって消すんだよ。え、どれ、どの鍋ってか、これこれ、風早く火を何とかして。 あ、これじゃないんだ、こっちか。やばい、急げ。火力調整あるじゃないかよ。ノートって何。あー、そっちね。はい、わかった。あ、てか終わった。じゃあね、また全部ダメになっちゃった。最初から作り直した。もしかして絶対ダメなやつ、それともそうだ、やっちゃった。メインディッシュだけだと印象が薄いから、少し変化を入れたいんだ。何やってんだよこいつ。そうだな、うん、鶏肉と野生キノコの串焼きを作ってくれない。外はカリッと、中はびしょびしょに。待て、一番美味しいやつ
どういうこと？なんでだよ、外は明かりとまで分かって、なんで中びしょびしょなんだよ。びっちょびちょ嫌だろ、普通に。なんでだよ。これ料理、できんの？これ、ここ使っていいの？使うよ、使うよ。え、なんだったっけ？何作れって言われたっけ？これ？これだったよね。あれ？一瞬で何作れって言われたか忘れる問題ね。美味しいやつ？美味しいやつって何？どういう？野生キノコ、わかったわかった。鶏肉と野生キノコのだから、これだ。4つ持ってるけどね、ダメなのかな？自分が持ってるの美味しくないってこと？バフー。ガイアが一応なんかできるっぽいわ。じゃあ行ってきます。いける？はーい、完璧、オッケー。これでいいってこと？これで来たのかな？いけた？あ、ちょ、どこ行った？あ、お前、そこか。あ、よかったよかった。あなた、料理の才能があるんだね。まあ、これぐらいね、私よ。メインディッシュの方も順調だけど、完璧には何かが足りないんだよね。足りないの？準備してから開始しろよ。とか、もう足りない若干。大丈夫？そう。ピキーン！知らん。足りないの？そう、擬音で説明するのやめ。ピキーン！なんでわかるんだよ。どういう？これで完成にしたら、せっかくの食材がもったいないよ。それはね、それそうだよ。どうしよう。何か風味をプラスできるものがあったらいいんだけど、調味料とかじゃなくてってことだもんね。風味、できればこの辺にあって、でもあまり料理に使われない生き物がいいな。空を飛ぶやつ、地面を這うやつ、昆虫でもいいの。または飛んだり跳ねたり、飛んだり跳ねたりいないかな。飛んだり跳ねたり、そんな変なものを入れるのか。そんなやついる？大丈夫、私の直感を信じて。知らん。ん？なんかいるんだもんね、この辺に。なんだ。けど表示がここで探してきてくださいとかじゃないんだよね。もしかしてそのまま喋りかけたらなんか持ってんのかな。そういうことではない。何か見つけた？あるぞ。ああ、三択やばいね。でも飛んだり跳ねたりだったら買えるじゃね。え、行くよ。本当は、いやでもとりあえず微妙だな。本当に入れるのか？わかんないけど、絶対失敗するって。入るんでさ、言ってるよ。大丈夫、いいものを見つけてきてくれてありがとう。これで料理に専念できるよ。それはいいことなんだけど、他にも手伝ってほしいことができたらまたお願いするね。オッケー。あ、じゃあとりあえずなんかこっちがしないといけないこと終わったってこと？シャンリンのメインディッシュはそろそろ完成しそうだから見に行こうぜ。急に？あ、そうだ。付け合わせ。付け合わせが必要なの。付け合わせるつもりだよね。めっちゃおもろいな。大丈夫？違うんだ。大丈夫。心配されちゃったよ。じゃあ、あなたにお任せするね。これ、私が急いで書いたレシピ。レシピはいいですね。やっぱ料理のレシピね。増えれば増えるほど、作れるものが増えるからね、いいよ。オイラたちに食べさせてくれた料理のレシピか？それ？少し改良をして、余ったリーウェの食材を加えてみたら。いいじゃん。こんな難しい料理。本当に作れるのか？わかんない、それは。でも作るしかないからね。料理の技術よりも愛情が大事だって、お父さんが。まあでもこれは料理対決だから、ちょっと違うんじゃない？いや、わかるよ、わかるよ。きっと、料理が大好きだからだよね。違うけど。料理は別に好きじゃない。食べるのはいいけど、作るのはめんどくさい。別に好きじゃない、全く。自信あるみたいだね。ない。さあ、準備して。そろそろラストスパートだよ。とりあえずここの鍋使われてるからこっちにしようか。失礼しまーす。で、レシピを覚えるところからか。なんて言うんだろう。杏仁豆腐じゃない方とかしかわかんない。なんて読むのこれは。どういう、何この料理。全然わからないんだが、バフないんだ。なんかバフ欲しいよね、せっかく。やばい。思ったより最初の方、思ったより狭い。やばい、ビビって今。はい、OK だもんね。はい、オッケー。はい、お待たせ。あれ、どこ行った？そっちか。ごめん。一瞬どこにいるか分かんなかった。離れててもいい香りが漂ってたよ。よかったね。いいことじゃないか。これで全部揃ったね。そうなんだ。料理を出そう。私たちなら、きっと勝てるよ。いや、もう勝ってもらわないと困るよ。頼むよ、ほんと。どうする？めっちゃ大差で負けたらおもろくない？なんか、悩んだ結果とかじゃなくて、いや、もう全然、めっちゃこっちとかなったら、一回絶妙な気持ちになるけどね。はい、お待たせ。うまかったー。もう食べた後なんだ。こんな美味しいものを食べられるなんてな。よかったね。二人の料理の腕は大したものだ。どちらも甲乙つけがたい。じゃあもう全然、が、
勝負には決着が必要だ。うまそうだね。勝者は頑張れ。シャンリン。ナイス。やったー。勝ったよ。よかったー。よかったね、わし。あぶねえ。私のイノシシのボスが縄張り争いで負傷した後に。癒えた部位の新鮮な柔らかお肉なら負けないと思ったのに。長やっぱり絶滅したイノシシの肉にはかなわないよね。まあそうだよね。だって美味しすぎってってことだもんね。絶滅したイノシシを使ったのか。え、分かんなかったの。俺も知らないが、うん、全部料理したよ、ね、ってことは、うん、一口で数十万モーラが消えたのか。まあ、そうだね。要は売り物にしていれば、うんうん、この村の数年分の収入にもなったというのに。うん、確かに、うん、まあそうだね。美味しければいいの。そう、シャンリンはそっちタイプだからね。モラは関係ないんだから。だから自分だったら何とかして増やせないかなと思ったけどね。みんなも食べてみて。たくさん作ったからね。あ、そうだろうね。なんかでかかったもんだって。私もブロックさんの料理を食べてみたいからさ。あ、それは気になる、確かに。この味。やっぱわかるんだ。まあもちろん好みはあるだろうけど。負けはしたけど、こんなに美味しいものを食べられたなら満足。うん、おかわり、うん。よかったね、この人。食べられたなら。こっちも美味しいよ。このクッキーとした味わい。いいの。あのお肉と完璧な付け合わせがなかったら、この勝負どうなってたかわからないね。オイラにも食べさせて。食べたい、食べたい。俺もいただこう。ああ、お前もかい。いや、全然いいんだけど。この味は。なんだ。清泉町の。ああ、泣いちゃってるんだ。よかったね。昔の清泉町の味だ。そうだよな。だってさ、ただイノシシ追いかけてただけなのに300年時が経過してたら意味わかんないもんね。あの味は。だって例えば今から300年前とさ、今って絶対全然違うわけじゃん。今から300年前ってまた作れるから。どんな何になるの。だからなんかいっぱいあるじゃん。昔のイノシシは絶滅したのだろう。この味は絶滅してないよ。さかのぼっていこうじゃん。他の食材をうまく使えば。なんかあるじゃん、昔の人あんまわかんないけど詳しくないから。お客さんを笑顔にするのが料理人の使命だからね。300年って何系武士的な。めでたし、めでたし。あ、よかったね。あ、みんな早いね、みんなもう行っちゃったし。オイラたちもシャンリンとお別れするか。シャンリンとお別れすんの。使いたいな。ダメ。ありがとう、うん、あなたの協力がなかったらどうなったか。いや、それは全然いいんだけど、我々ここで離れ離れになっちゃうのか。なんだ、一緒に食べてようよ。たくさん食べれたからな。シャンリン使えるんじゃない。お互い様だ。めちゃ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 美味しくいただいてんじゃん。よかったね。わからない。あ、決めてないんだ。リーユエコーに戻ろうとも思ったけど、途中で変わるかもしれない。まあ、確かにね。なんかありそう、ありそう。行き先が決まってるのは好きじゃないからね。ぽいぽい。またいつか、うん、どこかで再会できるかもね。まあそれはそうだね。あ、ゲットできたね、こっちが。あなた、料理の才能があると思うの。本当ありがとう。あの水浴福袋はすごく良かった。水浴福袋。時間があったらぜひ万民堂にも寄ってみて。万民堂。美味しいものをごちそうしてあげるから。こいつが働いてるところか。ついでに新しいレシピも教えてあげる。うん、レシピは欲しいけど、まあ、キノコとスライム炒めはちょっとやばいね。うん、約束。あ、レシピは欲しい欲しい。あればあるほどいいですから。そう習ってますから、こっちも。じゃあ機会があったら、うん、またね。はい、またね。バイバイ。気をつけてね。おお、今日第一章だからね、まだ続きあんのかな、よくわかんないけど。よかったね。やったー。次何のクエスチャル。え、マルチプレイダメなんだが。あれ、マルチプレイ我々できるようになったんじゃなかったの。あれ、おかしいな。まあいいや。とりあえず、次の任務行ってくるか。我々は任務を進めて、とにかく強くするしかないんだから。とりあえず、いっぱい落ちてるからちょっと拾っていい？それは一旦拾わせてあげてくれ。てか、これ、なんだ？あ、これあれか。わかった。思い出したわ。これなんだっけって思ったんだよな。いいわ。ちょっと一旦もうヒントもらいに行ってくるわ。もらわないでおこうと思ったけど、これ全然わかんないんだよな。次回あれ頑張る。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。